はい、どうも、グッドケンシュノイザーです。ナイスガイのスカイです。今日はあの有名テレビ番組のパロディ企画、サスケ。おーい、サスケ。サスケだったら僕が勝ちます。お二人で協力してできるかできないかという内容になっております。お、だからサスケなんだね。はい、あ、助け合い。なるほど。伊沢さんにはこれをつけていただきます。はい、はい、ルールを説明します。はい、今から画面に問題が出ます。うん、伊沢さん、菅井さん、どちらが答えても構いません。はい、うん、ただし伊沢さんには目隠ししていただきます。おお、なるほどね。菅井さんが知らないものが出た場合、口頭で説明して伊沢から答えをもらってください。なるほど。菅井さんが知ってたらもう菅井さん答えちゃっていいです。はい、それはつまり問題が読んでわかるクイズじゃない可能性が高いですね。そうですね、 A とかだったりする可能性がありますね。問題は8問です。制限時間は123秒です。全部でってこと？8問で123秒。おー、なるほどね。パスはある？パスないです。パスない。はい、反り立つ壁を登れずに終わるみたいな。なるほど、なるほど、なるほど。多分6問目か7問目に壁についての問題が出ると思うんですけど、はい、頭に変な帽子をかぶってる人がいたらそれは答えは嘆きの壁です。頭に帽子かぶってる人がいたら嘆きの壁って言えばいいよね。はい、はい、分かった。小説が出たら壁エスカルマシの犯罪です。壁エスカルマシの犯罪。はい、安倍工房です。さあ、それでは良いでしょうか。それではお願いします。受けたの卒業です。答えは2、3、5、7。なんか大聖堂の中におじさんがいっぱいいっぱい立ってる綺麗な絵、宗教。アテネの学堂。あ、なんとか承認だ。これ口から唐辛子いっぱい出てる。クーヤ。なんか白、青、赤が上から順番に白、青、赤ってフランスみたいに並んでて真ん中に縦みたいなマークが。クロアチア。クロアチアじゃないのか。クロアチアじゃない、モルドバ。あ、違う違う、白、白、青、赤ね。上から白は真ん中に縦みたいなのがあって、縦の中にもう縦はね、赤字に白い十字じゃないな、なんか木、カタカナの木みたいなのがぶっ刺さってて、で下青いモコモコってなってる。なんだろうこれ。でも国旗だよなこれ絶対。スロベニア。あ、違う、スロバキア。あ、スロバキアだった。うん、なんか子供っていう字が2連で並んでる。なんと読む？ボフラ。え、キマイルヌエ。あ、読み方まだ出てない。え、で、いや、次行った。どこの国の料理っていうのがあって、シチューみたいなやつが出てきたな。赤と緑で、ロシアの、ロシアじゃないのか。なんかピーマンみたいなのがいっぱい入ってて、お、緑のはピーマンだか唐辛子だかみたいなのが入ってて、フランス。赤はね、なんだろうこれ、多分植物だと思うんだけどな。白地のスープで、お緑と赤の野菜みたいなのが入ってるな、これ。あ、それブータンだ。だ、あ、これなんか知らせなんとかだよ、こいつ。知らせノブ。クリアー。イエーイ。クリアー。イエーイ。今30秒残しですね。おい、ほらほらほら、すごくない？知らせなんとかで。知らせノブがまず菅井さんが分かったのがすごい。いやー。これすごかったな。一撃だったな。おっさんがいっぱいいるよ。でも本当アテの学童かオルナンの埋葬ぐらいじゃないですか。へえ。おっさんがいっぱいいるとしか言えなかった。ヌエ正解したのすごい、ね。これヒマイラじゃなかったヌエでしょ。素晴らしい。ヌエですね。ヌエのイラストあるんかい。普段アニメしか見てないんだから、もうヌエ絶対わかる。あと普通にあのブータン料理を出すのは鬼畜でしょ。まあだから汁物料理だって言われたから、ボルシチかラタトゥイユだろうと思ったんだよね。白地でって言われて、え、唐辛子かなって、おい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 と思って、エバダチに出すなよと思って。白地で唐辛子でもうやっぱそこに、そこに行きましたね。お二人もできると思ってなかったし、うん、僕もできると思ってなかったので、うん、30秒も余ってしまった。はい、ということで今回はタスケやってきました。うん、タスケ会えましたね。このシリーズ いろいろできますね。ね、これはまたやりたいですね。うん、僕以外でやっても面白いと思うしね。うん、チャンネル登録、高評価、質問、コメント、サブチャンネルのフォローなども待ってます。 Twitter を見てね。それではさようなら。おい、ご視聴ありがとうございました。動画楽しんでいただけた方は高評価とチャンネル登録お願いいたします。そして今日の一問はこちら。問題が解けたという方、答えが気になるという方は概要欄のリンクから記事も見てみてください。ということで今回の動画はここまで。さようなら、ありがとうございました。